数あるたくさんの動画の中からこの動画を見つけてくれて本当にありがとうございます。この動画は都道府県カルタ第5弾な行で始まる札。通常の遊び方は床などに並べて読み上げた札を探すんだけど、この動画ではこの都道府県カルタを利用してクイズのようにしたので、一緒に考えて都道府県を覚えようね。一人で遊ぶときはこの動画を流しながら読み上げた都道府県の札を探してみてね。動画では札の都道府県を隠して最後の答えとして読み上げます。それでは順番に読み上げていくので、みんなも一緒にどこの都道府県か考えてみてね。準備はいいかな？行くよ。ナルトに渦巻く渦潮で目が回る。ナルトの渦潮はどこの県かな？正解は徳島県でした。徳島県は四国地方。徳島県の県庁所在地は徳島市。面積は約4146km。北部を流れる吉野川の上流には大ボケ、小ボケと呼ばれる渓谷があり、景色の美しさで人気。8月に徳島市で行われる阿波踊りも有名である。はい、じゃあ次行ってみるよ。日光東照宮は徳川家康祀る世界遺産。徳川家康が祀られている日光東照宮は何県かな？正解は栃木県でした。栃木県は関東地方。栃木県の県庁所在地は宇都宮市。面積は約6408km。日光東照宮は周りの神社や寺とともに世界文化遺産に登録されている。夕顔の実を紐のように剥いて作るかんぴょうの生産量は日本一。はい、では次行きます。塗り物で有名な会津若松がある。会津若松があるのはどこかな？正解は福島県。福島県は東北地方。福島県の県庁所在地は福島市。面積は約13783km。県の中央にある猪苗代湖は日本4位の広さの湖。黄熱病の研究などに功績のあった野口英世は猪苗代湖近くの貧しい農家に生まれた。次行くよ。ねぶた祭りに美味しいリンゴ。ねぶた祭り？リンゴで有名な県は？わかったかな？正解は青森県です。青森県は東北地方です。青森県の県庁所在地は青森市。面積は約9607km。北海道と津軽海峡の海底を通る青函トンネルで結ばれている。津軽平野では米やリンゴの栽培が、陸奥湾ではホタテ貝の養殖が盛ん。では次行きます。能登半島、漆器の産地。能登半島がある県はどこかな？正解は石川県。石川県は中部地方。石川県の県庁所在地は金沢市。面積は約4185km。北半分を占める能登半島は日本海側最大の半島。暖流の対馬海流がぶつかるため、半島周辺は良い漁場となっている。
輪島塗、香川県などでも有名。どうだったかな？今回はここまで。最後まで見てくれてありがとう。ぜひ他の動画もチャレンジしてみてね。Thank you.